皆さんこんにちは。阿蘇医療センターだより第6回は熊本地震から1年をテーマにお伝えします。お話を伺うのは阿蘇医療センター甲斐院長先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。熊本地震発生直後はここ阿蘇医療センターが災害拠点病院として大きな役割を果たしたことは、第1回の放送でもお伝えしましたが、改めて1年が経って地震当時を振り返るとどんなことが思い出されますか？そうですね、この阿蘇医療センターは2014年の8月に新築オープンしましたが、ここの病院は災害拠点病院として、免震機構を備えた施設として建設をしていただきました。これがちょうど1年前の2016年の4月の熊本地震の時に大きな力を発揮したと思っています。まず一つは建物が損傷することなく全ての医療機器が正常に稼働し続けましたので、病院の機能が損なえることなく発災直後に多くの救急患者さんを受け入れることができたと思っています。また当院職員が全員一団結して不眠不休の対応をしてくれたことも改めて感謝をしたいと思っています。さらに当院に全国各地から参集をしていただいた医療救護班によってこの阿蘇地区全体の医療救護保健活動が展開をされました。その組織体をアドローというんですけれども、その本部が当医療センターに設置されました。で、阿蘇保健所長の服部先生がその本部長を務められましたが、そのアドローという組織があったからこの阿蘇地域で地震に関連したさまざまな問題が一元化された情報として集約されて検討して対応していただきました。そういったことでノロウイルス感染症とかですね、エコノミークラス症候群などが大量発生することがなかったと考えています。本当に多くの住民の方々が、ここは阿蘇医療センターで救われたということですよね。はい、そのように強く感じています。はい、地震後は、これまでになかったさまざまなニーズが出てきていると思いますが、具体的に診療体制など地震後どんな変化がありましたか？地震後ちょうど1年経過した現時点でもこの阿蘇から熊本市内への交通アクセスは回復していません。このために熊本市内の専門病院に通院しなければならないような特殊な病気、例えばですね、難病指定を受けておられる患者さんとか小児の特殊な疾患を持っておられるお子さんたちがですね、主に熊本市内の病院へ通院をしてたと思うんですが、そういう患者さんたちの通院が不可能になっています。そこで当院に熊本大学を中心とした専門医の先生に来ていただいて、主に月1回程度ですけれども専門外来を開設をしました。これについては詳しい内容は当院のホームページに載っていますので見ていただけたらと思います。また当院に救急搬送される患者さんとか、南阿蘇地区から来院される患者さんも増加傾向が見られています。その他に何か課題点などはありますか？はい、今ご説明をしましたように救急患者さんの数は増加してきているんですけれども、逆に職員数がわずかに減少してきています。その理由はこの阿蘇地域の、以外からですね、当院に通院している職員の方がおられますが、通勤時間が片道約1時間以上、かけて通勤している人がいます。で、通勤継続が厳しくなった職員の方や、それから子どもさんの通学困難が理由で熊本市内に転居した職員の方がおられますので、少し数が減ってきているという現状が起こっています。これは当院だけではなくて阿蘇地域の複数の医療機関で起きていることの現象のようです。一人でも多くの医療スタッフの確保が、急務の問題となっていますが、なかなか阿蘇地域に住んで働きたいと考えていただけていただける医療人が少ないのが現状です。そこで熊本県および熊本県看護協会が新たな仕組みを立ち上げてくれました。当院の山部看護部長からそのことについて詳しく説明をしてもらいたいと思います。はい、ではその新しい仕組みを教えてください。はい、熊本復興応援ナースといって熊本県と熊本県看護協会がタッグを組んだ取り組みで、阿蘇地域の看護職員を確保するために
県のナースセンターの呼びかけで短期間でも阿蘇の病院で働いてもらおうという取り組みです。で、働いていただける看護師さんには阿蘇の市町村から温泉や観光施設の割引券とか無料チケットなどが提供されますので、職員確保に加えて阿蘇の魅力を感じていただける機会だとも思っています。これを機に一人でも多くの看護師さんが阿蘇で働いてもらえると嬉しいですよね。はい、すでに複数の応募があっているようなので、阿蘇の医療を共に支えていただけるように期待しています。今回は地震後1年を振り返って、これをテーマにお伺いしましたが、これからの阿蘇医療センター、どのように展開していくのか考えをお聞かせください。はい、この阿蘇地域で完結できるような医療体制を充実していきたいと思っています。そのために職員一同頑張ってまいりたいと思いますので、これからもどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。はい、阿蘇医療センターだより第6回は熊本地震から1年をテーマにお伝えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。